ET3 の指導方法についてやってみたいと思います。2番煎じ、3番煎じ、4番煎じ、今更感ありますけども再確認と思ってお聞きください。まず ET3 にはイグニションスイッチがありますので、まずこれをオンにします。この状態でオンになりました。次に何をするかと言いますと、ガソリンコックがあります。クローズ C というマークが刻んであるのですが、この C という意味はクローズという意味です。ガソリンがエンジン内に流れていない、ガソリンタンクの中でガソリンが止まっている状態を表します。この状態ではもちろんエンジンがかからないので、ガソリンレバーを流れるようにしたいと思います。このように垂直に立てるとガソリンが流れる状態になりました。これでエンジンを始動させることができます。ちなみにこのレバーをもう1回転させるとどうなるかと言いますと、R という文字が出てきました。この R はリザーブという意味で予備タンクを表します。この R の状態でもエンジンを始動させることはできますが、この状態で走り続けてガソリン容量がなくなった時にはもうそれ以上走ることができないので、この R の状態で日頃走るのは控えようと思います。通常は先ほどの垂直に立てた状態で始動走るということをします。戻します。この状態でエンジンをかけることはできるんですが、1回目エンジンがまだ冷めている状態なので、チョークを引かなければエンジン始動しにくい状態になっていますので、上の丸いボタンを引くことでチョークがオンになります。引っ張ってみます。少し硬いですけどもチョークを引っ張りました。これは個体差あると思いますので、私の ET3 が硬いと思います。この状態でエンジンをかけることができます。次に ET3 はセルモーターがございませんので、キックで始動させる必要があります。このキックを踏めばエンジンをかけることができるのですが、やみくもにこのキックを、蹴り下ろすのはよろしくないので、一旦、どのようにキックを蹴るかやってみたいと思います。まずですね、キックなんですけども、足をかけてちょっと重みを感じるところがあるんですが、そこまで一回軽く踏みます。はい、その状態で蹴り下ろすと、わかりますでしょうかね。いきなりガンと蹴るのではなくて、一回重みを感じるところまで、ゆっくりキックを押して、それから踏み込むとキックギアに優しい始動の方法となります。これをいきなり踏み下ろすとキックギアとエンジンギアが、摩擦で消耗してしまいますので、必ずエンジンギアとキックギアを噛み合わせた状態、しっかり噛み合わせた状態でキックを、踏んでください。そして踏んだ後ですね、踏みっぱなしではなくてすぐにキックレバーをですね離してください。エンジンがかかった状態でも踏み下ろした場合にギアとギアが、空回りしてキックギアの消耗になりますので、エンジンが始動した時には素早く離すと
いうことを心がけてください。この2点注意してください。それを踏まえて1回、エンジンのスタートをしてみたいと思います。エンジンが始動したらチョークレバーは関係ないので、戻したいと思います。この時にエンジンが切れそうであればちょっとアクセルを、回転させてもらえれば大丈夫かと思います。戻します。はい、戻しました。この状態でエンジンですね、はい、しっかり回っていますので暖気運転ですね。この状態で暖気運転をしたいと思います。今アイドリングを落ち着かせました。はい、まあキックなんですけども 2,3 回も蹴れば通常はかかると思いますが、あまり長く放置すると 2,3 回でかからない場合もありますね。まあ、こういう車両ですので週に1回はエンジンかけてあげた方がいいかもしれません。これでエンジンの始動の方法終わりたいと思います。ついでなんでエンジンの切り方についてもご説明したいと思います。 ET3 は先ほどのイグニションスイッチがありますので、イグニションスイッチをオフにすればエンジンは切れるのですが、まあ次いつ乗るかわからないとか、長期間冬場なんでもう乗らないよっていう場合はですね、イグニションをオフにせずにキルスイッチを押してエンジンを切るという方法を取らずにですね、先ほどのガソリンレバーコックですね、これをクローズにしましょう。 C の字にしました。これでガソリンが止まります。止まるということはこのまま放置するといつかはエンジンが止まります。この状態でエンジンを切って保管することをお勧めします。なぜかと言いますと、エンジンの中にガソリンが空っぽの状態、キャブレーターの中もガソリンが空っぽの状態でエンジンが切れますので、古いガソリンが余分なところに止まらないと、綺麗な状態でエンジンキャブレーターが保管できるという利点がありますので、この C の状態で自然にエンジンが切れるまで待ってみましょう。はい、エンジンが自然に切れました。この状態であれば長期保管するときも安心だと思います。以上でベスパ ET3 エンジンの始動方法とエンジンを切る方法をお伝えさせていただきました。